つてこの世の全てを手に入れた男ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。ロロノアゾル、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。俺は海軍大佐、この手のモーガンだ。よろしく。何をボサッとしてやがる。とっととそいつらを始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの撃て。お安い御用だ、キャプテン。
黙って切られてりゃいいものを。させるか！貴様、離れろ貴様！これでお前の3年の計画も完全に失敗だ！なんだと？その後もの！俺の計画は絶対にかなわない！前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。この村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ。早く乗れよ。え？俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え。俺がキャプテンだ。小僧、名乗ってみよ。ロロノア・ゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。ストリュー奥義三千世界。負けた。かなわねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。ゾロ！若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ！我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロロノア。俺は先、幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さしてこの剣を超えてみよ。この俺を超えてみよ、ロロノア。させたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで
絶対にもう俺は負けねえ。もう帰るか海賊王。シッ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 、ない。いいチームだ。また会いたいな、お前たちと。ゴムゴムのバズーカー効かねえな。ゴムゴムのだぜ。勝負あったな、金槌小僧。今度こそ終わりだ。ゴムゴムの。ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開しよう。泣かすなよ。やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族。ゴムゴムの炎。公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことだ。それだけだな、クソゴム。その死刑、待て。サンジ、ゾロ来たな、ゾロ。だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。ゾロ、サンジ、ウソップ、ナミ。終わり。俺死んだ。笑った。
この刀は渡せねえんだ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたには分からないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。次第にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする。しかしお前、何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞ、グランドライン。王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国の全てだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあそんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも追ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。避けろ、危ない。お前なんかに追えるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。吹き飛べ、カバメ。ほらな、俺ね。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を殺せんか。ゴムゴムのデザート、ストーム、ラスパーダ。パンチの打ち方を知ってんのか。一瞬で片付けてやるよ、スプリングホッパー。
あのジジイもおめえらと同類だな。400年前の先祖のホラを信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金郷、何が空島、夢見る時代は終わったんだ、海賊の恥さらしども。パンチの打ち方を知ってるかって。暴れろ麦わら。おい、冗談よせよベラミー。お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。そろそろクリケットさんが教えてくれた場所に近いはずよ。ひし形のおっさんが言ってた通り、不思議雲が出てきたな。高架下、ロックコースはどう？ずっとあの雲を指してる。引き返そうルフィ。空島なんて夢のまた夢だ。そうだよな、夢のまた夢の島。こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ。来たぞ。船体にしがみつけ。空島と共に。
お前の衝撃一発とはどうだ畜生ゴムゴムのベリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。神は食物を作り、悪魔が調味料を作る。少し辛みが効きすぎたな。急凍流アッシュは。ならば最強の乱脚アマネダチぜ。お前を真っ二つにしてしまいじゃ。苦難上等好むものなり修羅の道。私が一無銀扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。ガトリング！
緒に帰るぞ、ロビン。フランキー、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え、パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ、ダビの荷物です。兄貴、ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったー。ちょっと行ってくれ。本当に別れようってんだな。そうかい、もういいよ。それなら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、石あってごめん。俺が悪かった。今さらみっともねえんだけども、俺1秒やめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカおめえだ。かっこ悪いわね。
と全員揃った。さっさとこんな砲撃抜けて冒険に行くぞ野郎ども。サンサンのサニー号1000を超える船、素敵ね。サウザンドサニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウドファースト。できてこの船にできないことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。しもべオーズだ。ルフィのゾンビだと。オーズ、最初の任務だ、思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だな。超怖い。上がってこい、藤原の一味。痛くもかゆくもね。あと一撃入りゃ。ロビン、ピエルナフルール。ブラック、頼む。待て、どこに。天候は雨、クールダウン、メインテンポ。冷気砲発射。こっちだ。投げろ。お気をつけて。よっ、サード、お面フラッシュ。ゾロ、オスの腹を引かせて。任せとけ、三刀流王子。三千世界。オーズの背骨が伸びきったぞ。いつ、ルフィ、ご無恩を。このものどうだ。逃がすぞ。バズーカな。すべての影たちよ、この俺の力となれ。シャドウズ・アスガルド。シー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 シI'm
若造だろうが出る杭だろうが俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。ねえ、ごめん風船。ゴムゴムのギガントゲットしてる。ロック。しすぎなんだ。七部会の、これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。私たちの命を助けてやろう。その代わり麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ麦わらをこっちへ。断る。残念だ。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ。今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称鼻歌のブルック。うだつきでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほ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 。ちょっと、なかなかやるね。でも、甘いね。やめろ！無駄だよ。今、死ぬよ。あんたの出る幕かい？冥王レイリー。若い目を摘むんじゃない。俺から始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天の脈も。
困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねえ。ことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。おかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。あらら、今日だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなしてみる。行きはあんの、麦わらボーイ。イワちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。小ざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。じいちゃん、そこどいてくれ。どくわけにいくか、ルフィ。わしゃ海軍本部中将じゃ。お
前が生まれる遥か昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえ、おじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。落ちるぞ。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。白ひげは敗北者として死ぬ。富山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃん。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。メイゴみてえな世話が焼ける。弟がいなきゃ俺は生きようとも思わない。
なかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。来てんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てどあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる。たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ最高のショー。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール。これが俺の闇の身の力。そしてあの構え。親父の能力。いやー、全てを無に返す闇の引力。全てを破壊する地震の力。俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。
誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。できないよ、麦わらのルフィをさ。どこまでだ。もうやめましょうよ。これ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。数秒無駄にした。正しくもない海兵は海軍にはいらん。言ったんだ、言いたいこと悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。マギ、それとルフィ。ん、麦わら。お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ、いや黒ひげ。ぜやめとこう、まだ時期が早い。全員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。だけど、お前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。ベイリー。2年間、本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー行ってくる。ああ頂点まで行ってこい。どうじゃ。どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように
縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。またんか小僧ども、おりゃせりゃせりゃ。乗り込め。届き者め、我は神なり。マックス2億ボルトバーリあのゴム人間さえいなくなれば私の天下なのだ。Yeah!
さらばだ、正解のゴム人間。ねえ、獣めが威力ボルト余る。悪霊の相撲か、てめえの正義にかけてお前らを逃がさねえ。あそこだ、入るぞ。あんたぞ、急いで、追っ手が来るわ。ダイヤルか？お宝はなさそうね。残念。こっちにもダイヤルがあるぞ。ここにも。あれ？ん？なんだこりゃ。おい、なんか出てるぞ。大丈夫なのか？正気に戻さねえと。ゴムゴムの
煉獄おにぎりや。やっぱ簡単にはいかねえな。ネガティブホラン！俺はアイズになりたい。ダイヤルに操られたお前には私の攻撃が効くらしいな。ネガティブホラーズ！これでてめえは生きる気力すら失う。ほら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 、勝負あったな、ポジッパな。なぜ、なぜ立てるんだ、ゴーストは当たったぞ。ありがとうよ、おかげで目が覚めたぜ。ネガティブな俺が本当の俺だ。ネガバナに戻った。やあ、来るんじゃねえ。なんだてめえら。あんた、海賊王の船に乗ってた伝説のクルー、大海賊道家のバギー船長だろ。確かに俺だが。おお、あんたがいりゃ怖いもんなしだ。俺たちを部下にしてくれ。え？バギー、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 バギー。こりゃ起死回生のチャンスかもしれねえぞ。バギー、バギー。静まれ、派手バカ野郎ども。おめえら、この俺に命を預けてみるか。キャプテンバギー、俺たちはあんたについてくぞ。行くぞ野郎ども、新生バギー海賊団発動じゃ。逃がしはせん。再演期へ。俺と鉢合わせたお前たちの運命を恨め。クソども。止まりなさい。俺は死んでも女は蹴らん。エルトール。おっと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 。へそ。手配書にない顔だよね。何者だい？我は雷。雷？
おお、こりゃ厄介だね。ねえ、再起動完了。ことにすんじゃねえよ、うるせえマリモ。通りたきゃわしを殺していけ、ガキども。わしが逃がさん言うたら、もう逃げることは諦めんかい、バカタレが。試合ご苦労だったな、麦わらのルフィ。キーシシシ、それがお前が欲しがってた兵器か。そ
そうだ、コントロールダイヤル。これがありゃ俺ならマッドダイヤルを完全に制御できる。見てろよ。手始めにおめえら殺し合いでもしてみるか。世界の勢力図が一変するぜ。野郎ども、一気に攻め込むぞ。おい、プレゼントを持ってきたぜ。踊れ。何をしとる。上出来だ、モリア。バインド。悪いな、親父。もう俺のコントロールからは逃げられねえ。マッドダイヤルの支配を破ったってのかよ。本物の海賊は誰も支配しねえし、支配されもしねえ。この海で自由に生きるって決めたやつを海賊って言うんだ。だからそういうやつらから自由を奪おうとするお前を俺は絶対に許さねえ。やけくそだ。コントロールダイヤルを最大出力にしてやる。
何をしとる。奴を討ち取る工事じゃろうが。行くよ。どうなってやがる。コントローラーが効かねえ。くそ。ブラックホール。なんだ。死の外科医トラファルガー・ロー。逃げやしねえよ。この私が叶わないとでも言うのか。ダメだ、あいつら普通じゃ勝てねえ。やろうども、これが最後の戦いだ。全員死力を尽くして奴らと戦え。仕方ないね。そんじゃまやりますか。神に不可能などありはしない。太いじゃない。どいつもこいつも邪魔だ。リベレーション。
ャンブルズ。悪縁も縁、こんなところで死なれてもつまらねえ。トラオ、てめえも俺の邪魔をするのか。おお、神妙にしろ。惜しかったな。やばむの。闇に死ね、麦わら。エレファントガタリング。またどっかで会おうぜ。おう、ああ、海賊の高みだ。小僧、いつでも俺の椅子を取りに来な。相手になってやる。ああ、それまで元気でいろよ、おっさん。いろいろあったけど、これで元通りだ。待たんか、小僧ども。麦わら。ほんじゃ冒険の続きに行こう。やろうども、出航だ。おー